僕ね、工藤さんってなんか投球術っていうかすごい簡単そうにやってるイメージがあるんですよ。なんかトレーニングとか食事とかすごくやられてる話を聞いてたんですけど、あの、はい、マウンドに立ったらなんかもう、はい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 、1、2、よっしゃってこういう感じでなんかこうなんかすごくすげえ適当、簡単そうにやってるイメージがすごいありました。楽しそうに投げてました、ね、なんかね、そんなイメージあるね。結構あのその前の1週間の中で次の対戦チームの試合を見て、はいはい、こうバッターの一つ一つの癖みたいなものがあったりとか、やっぱ外はやっぱり最初は手出してこないとか、変化球は最初は手出してこないとか、まあそういうのをどん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 こう自分の中で積み上げていってデータにして、で、はい、じゃあもうこれで打たれたらしょうがないっていう風に思いながら投げてたので。結構データとかはそうやって、まあ、見られるタイプなんですか？そうですね、球団のデータと自分でこう、その次の1週間に向けてのデータは全然違う、自分で書き出すんです一個一個。へー。例えばキャッチャーね、当時だった伊藤さんっていう、まあ、はい、レギュラーの方がいらっしゃったから、はい、伊藤さんの時はね全く考えてなかったですどういうことですか？全部お任せでした。伊藤さんの時は伊藤さんに任せて、はい、で僕大英に行ってキャッチャーが変わった時に、うん、ああ同じように投げてるつもりでも打たれるんですよ、はい、これ何が原因なんだろうっていうふうに思ってると、いろいろデータ調べると、こう自分のカウントでキャッチャーがカウント球で投げるような球とか、はい、勝負球でとかっていうのが簡単に見逃されたり簡単に打たれてるっていうのが分かって、でそれからもう全部自分で投げたやつを書き出して、ファールの打ち方から見逃しの仕方から、そのいいファールと悪いファールの見分け方とか、合う合わないってあるじゃないですか、はいはいはい、そういうのまで全部自分の中で調べていって、で分かったのが99年ですね。へー。99年に、なんか僕たちのイメージはね、その王者西武って言われてたあのね、80年代後半かなと思った。だからやっぱりその大英に行ってから伊藤さんっていうキャッチャーの凄さを知ったんですよ。あ、キャッチャーってこんなに大事なんだっていう。なるほど。工藤さん、僕も分かります。やっぱあの一緒にやった後に偉大さ分かりましたもん。分かりました、はい、一緒にやってる時はどうですか？一緒にやってる時はあんま分からなかったですけど、まあ、それが当たり前なんでね、うん、終わった後に、あ、やっぱ古田さんすごかったなっていうのはやっぱありますよね。いいこと言ってくれるね、はい、ちょっとずつ入れていきますね今日も。でも工藤さん、あの、まあ、僕のイメージですけど、あんまり球種少ないですよね。その少ないですね。あんまりこうカットボール投げるとか、なんかこうどっちかというと、まあ、まあストレートと、はい、カーブとあんまり落ちるともそんな投げなかったようなイメージがあるんですけど、はい、ちょっと動くくらいで、まあ、はい、指が短かったってあんまり投げれなかったっていうのが正直なところなんですけどあんまり少なかったイメージあるんですけど、はい、だ、僕フォークボールは投げれなかったんで、シンカー系の球、はい、ちょっとまあこういうチェンジアップちょっとだけ落ちるみたいな感じの球を投げてたんですけど、はい、あんまりなんか球種を特別増やさなきゃっていう意識はあんまりなかったですね。やっぱりあれですか、それをまあ大体コーナーに投げとけば、まあ、困ったらアウトコース低めっていう、だからこう左ピッチャーイコールなんかクロスファイヤーインサイドに低めっていうイメージがあるんですけど、はいはいはい、まあ、僕はアウトコースの低めでしたね。あの右バッターのアウトコースっていうんですか、ね、右バッターのアウトコースです。そこを中心に投げとけば、まあ被害も少ないしっていう、そうですね、ファウルも取れるし、だバッターのこう打とうとしてるとか仕草とか動きとかっていうのも見やすいし、インサイドだとすぐにやっぱり避けられると、はい、あまりこう、ね、タイミングの取り方とか見えないんですけど、まあ、変化球であったりとか外から入ると意外とそういうのはすぐ見えたんで。工藤さんってあれですか、そのピッチャーでバッターに対して投げるときにバッターの反応って投げながら見れる人ですか？投げながら見てました。それ僕はちょっと嫌いですね。これはなかなか少ない気しますよね。工藤さん、よくその城島とね、キャッチャーとやってる時に人に聞こえるぐらいの感じで話しながらっていう、なんかニュースで僕も見ただけなんでやってました。まあ、それは若い城島捕手をこう育てる意味も含めてですか？そうですね、まあ一番最初はやっぱり会長に監督室に呼ばれて、はい、まあ、城島をなんとかしたいっていう、なので、まあ、僕なりのやり方でもいいんですかねっていう話をした時に、それでも構わないから、まあ、城島と組んでいろいろ教えてやってくれっていうふうに言われたので、だからまあ教えてるというよりは、まあ、お互いにそのバッターの癖とか、はい、あのいろんなものをこっちは この半分、はいはい、キャッチャーはこっちからの半分と、はい、見るようにしなさいっていうのを話をしながらやっていこうっていうふうに、はい、反応ってボール通過するところの体の動きっていう意味ですよ。ボール通過する時とかタイミングってこう、はい、足を上げる人のタイミングの仕方とこうすり足の人って違うじゃないですか、はい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 、なので足を上げる人たちってやっぱり足を上げて、じゃあここでずっと待ってられるかって待ってられないじゃないですか、はいはい、そうそう、足を上げるタイミングが早ければ
まあ、ストレートに例えば近いとか早めにとか早めに、はい、でちょっとこう間が空いてゆっくり上げてきたら変化球待ちが多いとかっていうのを、まあ、一個一個調べるんですよ。でだからこうバットも外を狙ってれば肩の入りが少しこう大きくなるとか、ね、はい、っていうのを見ていって、で初球やっぱりね、初球って一番難しい球だと思うんですけど、で初球投げてストレートで、まあ、一番カウント取りたいときは外で取ったり、カーブは絶対打ってこないと思ったらカーブで入ったりっていうふうにして、その様子を見るんですよ。大事なデータってもうちょっと具体的に言うとどういうのを見てたのかな。僕は一番はバッターの人のバッティング練習をよく見るんですけど、はあ、バッティング練習の時にバットの軌道、はい、やはりスイングの軌道っていうよりはバッティングの軌道、はあ、はい、外を打つときにどういう軌道で入ってくるとか、インサイドを打つときはどうとか、まあ、バッティングピッチャーの人ってまあちょっと高めのストライクゾーンのところに投げてくる人が多いじゃないですか。だけどやっぱりそれでもやっぱり高めに投げてくるピッチャーもいれば低くあるじゃないです か、はいはい、だからそういうのを見てどの軌道で投げてる、やはりどういうボールがよく飛んでどの軌道だとゴロになりやすいかとかフライになりやすいとかっていうのを練習中に見るんですよ。いや、相手のバッターのバッティング練習見てるんですか。見てますよ。おそうなんすか。見てない。あんまり見たことなかった。それは見てる。見てないよね。いや、そこまで見ないですね。バッティング練習は見ますね。飛ばしてんなこいつぐらいですよね。見ないな。その人がこう素直に出るところって必ずあるじゃないですか。ありますよね、好きなところ。まあ外の低めが好きな人ってそうそういないんですけど、まあまあそうですよね。あ、まあ、インサイド寄りの球がまあ大体みんな好きで、ってでもそれでも高いところ打つのがうまいのか、はい、低いところがうまいのか、はい、っていうのだけはちゃんと見ますね。あとはまあ調子が悪い人って結構波打ってたりとかするじゃないですか、はい、だからどうなると波打つかって言ってこう中に入っちゃう人は出てくる時に波打ちやすいとかね、はいはい、あんまりこうポジションを変えない人っていうのはこうまあどっちかって言ってこうなんだろう、ミートがうまかったりとか当てるのがうまいんだろうなっていうふうに思うと、やっぱりちゃんとインサイド見せてからじゃないと変化球は通用しないかなとか、っていうようなのをこう調べたりとかね。してなかったな。なんかもうあの東京ドームとかでジャイアンツ戦とか行ったらみんなホームランばっかり打つから見んとこうとか言ったの覚えてますけどね。なんか絶対やってきたよこれ。あんな足上がんないっすよ。こんなん投げる人いる？わあ、綺麗な投げ方やな。やっぱり僕でも工藤さんの右足の使い方がやっぱ独特ですよ。今でもこのまっすぐこのままこうやっていくピッチャーってあんまりないです。上げてちょっと緩んでとか蹴ってとかあるけど、工藤さんはこうやってやってもそのままこう伸びたままいくんですよ。ヒップファーストなんですけど、あれ工藤さんあれですか、これプレートかけない派ですか。あ、かける。なんかこれをすごい意識する人とはあんまり、大体前にヒュッと踏む人かけます。あ、かける派ですか。かけます。なんかかけるとランナーが出たらかけなくなるけど、ランナーが出たらかけないですか、うん、ほら、ほらなんかそんなん、いや、おかしいですもん。どういう意味ですか。ランナーがいない時っていうのはこの体重移動はこれなんで、その方が体重が、いや、いてもそれでいいじゃないですか。え、いや、こうやって行こうとしちゃいけないんだよね。体重移動っていうのは自分で行こうとするんじゃなくて、行ってくれれば一番いいわけじゃないですか。余分な力を使わないわけで。はい、わかります、ね、なのに、自分でこうやって普通にランナーいないときはこのままでいいのよ。勝手に行ってくれるって、こうやってこれ内にしたら斜め向いてるんで、こっちにしたら勝手に行ってくれるので、うん、であとは足をつくタイミングだけを考えればいいの でランナーがいるとクイックもやらなきゃいけないし、うん、うん、やはりこっちによりこうなんだろう、自分の体重移動をさせるための準備を必要じゃないですか。でもそっちの方がしやすくないですか。こうやると牽制がうまくできないんですよ。こうやっていっちゃうんですよ。ああ、なるほど、はい、でそれでボーク取られたこともあったんで。あ、じゃあ牽制をするために牽制、そうそうそう、牽制とか早い、まあ、ちょっとしたクイックでもそうだけどするために、まあ、わざとこれ足乗っけないでこのまま、でこっちに常に意識を置いとた状態でこっちがいつでも発信できるように、だからもうこっちの足はほぼほぼ使わないですよね。なのでクイックをしても何してもそうパッと動くんですけど、これだけやったら勝手にあとは自分でこっち側でグーって体重移動していく。だからそれの練習は結構あの自転車のゴムチューブをやってましたね、はいはい、向こうにくっつけてこうやって引っ張られて足上げてこうなっちゃうぐらいの強く引っ張って
でそれに耐えれるようにして右この左足の訓練はぐっと。工藤さんのいいところはその大体横の動きを出すときにこっちから引っ張って押すんです、うん、でもここで終わるやつが多いんですけど工藤さん練習見ただけ押してそっから蹴ってっていう練習やってましたよね。あれがあそこまでやる人ってなかなかいないんですよ。それやると何が安定するか、やっぱ最後の押し込みができるんです。押してそっからこっちから引っ張られてるから最後このガンっていうの強さがないといかないんですけど、そこまでやってたんですよ。あれなかなか珍しいから僕はいいなと思いました、練習方法としては。ありがとうございます。すいませんな。でやっぱりそこら辺がやっぱでかくなってきて、まあ、安定するってことですか。まあ昔の人間なんでとにかくね、あの投げろ投げろって言われてた時代なんでコントロール悪かったら投げろっていうね時代だったんで、効率を求めただけなんですよ。いわゆる投げる、その一球を投げる効率を求めていって、それが無駄がないようにしてあげると、その他の人よりも疲れないから、その分たくさん投げれるだろうと。その分たくさん投げれる分だけ練習ができるんだから、まあ、それをコントロールだったり、まあ、いろんな球種を自分の好きなところに投げれるように、まあ、練習しようっていうふうに思ってたので、だから効率を求めただけなんですよね。投げれるな、やっぱり。投げるのよかった。フォームやっぱりあんな、よう足上がりますよね、こんないきなり。いや上がってるじゃん、自分も58ですよ。あのフォームって誰かの真似して足を上げ出した跳ねてる感じ。いや僕は誰かに教えてもらった野球じゃないので、全部週刊ベースボールの分解写真ですから、全てが。足上げた方がいいと思ったのは何でなんですか。あ、上にですか、うん、高く。簡単に言えば足を上に上げるっていうことは降りるので、1エネルギー、この足の重さ分の1エネルギーを使えるわけじゃないですか。1エネルギープラス前に行く力と、で踏み込んだ時にそれを止めるから回転する力をより多くするには大きく使った方がいいんで、はい、エネルギーをどれだけ使って最終的にここに集約できるかなんで、はい、なんか前龍太さんがこっちを大きくした方が遠心力使えるって話もちょっとしてた。そうですね、ゆったりの方が絶対大きく使った方が遠心力使えるから、それは下半身が絶対ゆったり大きい方が絶対そうですよ。僕もだから遠心力意識したことあるんですよ。考えたことないし。遠心力を使うっていう意味で言うと、今そのオリックスの山本投手とかはすごく分かりやすい投げ方だったのかなと思ってて、腕の長さを思いっきり生かす投げ方はやり投げ投法ね。僕はそうです。あれは結果的にその腕の遠心力うまく使えてるから、負担はかかるかもしれないけど速いボールを投げるっていうことに関して言うと理にかなってると思うんですね。亮太さんがこっちを大きくした方が遠心力使えるって話もちょっとしてた。そうですね、ゆったりやった方が絶対大きく使った方が遠心力使えるから、それは下半身が絶対ゆったり大きい方が絶対そうですよ。こっちを大きく使うっていうか、こっちを大きく使うのはこう絶対にこう内外旋するので、早くしようと思うと今山本君がやってるように向こうに持ってきてるやつを、まあ、自分が前に行くときに一緒にこう持っていって内外旋にしなきゃいけないんですよ、うん、はい、だから大きくこうやって回すという意味ではないよね、うん、はい、まあ、それはできないですけどね。そう、大きく使うっていうのは抜くっていう前提がまずあってこその、はい、大きく使うなので、はい、入れてしまえば今度来なくなっちゃうもんね。だから使うっていうのはこういう使い方をしてもこの位置と自分が投げる位置のこの距離の分が加速している時間なんで、はい、それ以外加速できるとこないですよね。でこのその中に内外線が入ってくるので、この距離を稼ぐということを考えたら一気にガーンっていうよりはビューってやんなげた方がいいという。納得。よろしいですか。これ説明できないよ、ここまでは。おい、りょうだ、今度ゆっくり俺に教えてくれ。納得。はい。